レッドブル RB13 は、レッドブルレーシングが2017年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカーである。2017年2月26日に正式発表。チーフテクニカルオフィサーのエイドリアン・ニューウェイが得意とする、空力に関するレギュレーションが大幅に変更されたことで、前年よりもマシン開発に深く関与することになった。 エンジンカウル後部には多くのチームが採用した大型のシャークフィンが装着され、ノーズの突起部分に吸気口が開けられているのが特徴となっている。なお、トリックサスペンションについては FIA から違法と判断されたため、開幕前にデザインを変更した。また、ルノーエンジンに変更した2007年から2016年までの間、それと、 セットでトタルの燃料を使っていたが、2016年12月にエクソンモービルと大口スポンサー契約をしたことに伴い、今季から燃料はエクソンモービル製となる。ドライバーはダニエル・リカルドとマックス・フェルスタッペンの両者とも残留。パワーユニットの信頼性の低さとパワー不足に再び手を焼くようになり、メルセデスとフェラーリに大きく水をあけられてしまった。 特に信頼性の低さは深刻で、シーズン前半はフェルスタッペン側にトラブルが続出。ルノーのパワーユニット以上に深刻な信頼性の低さとパワー不足で不審を極めるマクラーレンホンダの影に隠れているものの、第8戦アゼルバイジャン GP が終わった段階で、レースの総集回数が全チーム中再開という状況だった。 しかしそのような状況でもリカルドは完走できるレースで着実にポイントを稼いでおりアゼルバイジャン GP では大波乱のレースを制した。そしてシーズン後半戦である秋のアジアラウンドのシンガポール GP 以降はメルセデスの苦戦やフェラーリの不振にも助けられリカルドはアジアラウンドの参戦を表彰台でゴール。それまでリタイアの多かったフェルスタッペンは マレーシア GP を制してから上位入賞を続け、メキシコ GP でも優勝した。だが、終盤戦は再び信頼性に苦しめられることとなり、リカルドがブラジル GP 以外でマシントラブルによるリタイアでポイントを得られなかったことが大きく響き、ドライバーズランキング4位の座を失った。また、フェルスタッペンもメキシコ GP 以外も完走はしたものの、プノ不調に苦しめられ、 表彰台どころか順位を維持する走りをするのが精一杯となった。一時はコンストラクターズ2位のフェラーリに迫るなどの検討したものの信頼性の面で苦しんだシーズンとなった。ありがとうございます。